エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は6月の24日から30日までの1週間のオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんこんにちは。大畑晴美です。お元気でしょうか。今日は6月23日、 US は神田の新月です。本当にこの新月パワフルですよ。まだ動画をご覧になってない方、ぜひご覧になってみてください。本当に新しい時代のスタートですね、本当にそういうエネルギーですね。もう本当に軽くなりました。で、軽いんですけど、まだまだこれからたくさんのいろんなものが出てきます。この神座の新月、ものすごいパワフルな新月だし、神座のテーマというのはね、動画でお伝えしましたけど、感情でしょ。でね、神座は月がね、ルーラーですから、この自分が支配している神座に月がいる。で、太陽もいて、そして今回はね、確か水星も一緒にいたんじゃないなかったでしたかね。で、火星が一緒にいましたよね。ということはね、ものすごい、もう本当にこんな、なんていうんですかね、新月ってなかなかないですよ。で、オラクルカードリーディングも、それをサポートするような素晴らしいメッセージがたくさん出ています。で、ですね、動画でですね、来月の7月23日の獅子座0度の次の新月ですね、次の新月の第1回有料ウェブナーのですね、お知らせ作ってありますので、ぜひご参加ください。ですね、最初特別価格の設定22ドル22セントで設定させていただいたんですけど、やっぱりこれはですね、本当に特別価格なので、早割としてですね、7月9日次のフルブーンまでの間に、申し込まれた方だけにしたいと思います。その後はですね、それも特別価格なんですけど、33ドル33セントでお願いしようと思ってますので、参加ご希望の方はですね、ぜひ、この後ですね、リンク下に貼っておきますので、ぜひご参加ください。そして、もしできたらなんですけれども、1回ですね、有料かもしくは無料で、その前にですね、ホロスコープの基本なんていうかな、進化占星学は何かというような、ウェブナーを無料で、ちょっと皆さんね、ウェブナー初めて、私もやったことないので、やろうかなとも考えてますので、またちょっとアイデアが固まりましたら、皆さんにお知らせしますね。というのは、6月に、進化占星学のをベースにしたですね、コンシャスネス占星学の、オンラインセミナーをいよいよ開講する予定でおりますので、そのためにも、皆さんに、何が普通の占星学と違うのか、それをお伝えしたいなと思ってますので、ただね、友達とかね、今日も来るんですよ、ミシガンから。だから、できるかどうかわからないんですけど、ちょっと頑張ってみますね。はい、それでは今日の、今日もですね、先週に引き続き、これですね、ソウルカレッジオラクルカードですね。ソウルカレッジじゃない、ごめんなさい、コーチングオラクルカードか、オラクルカードで、デニス・リンさんの、そして最後にいつものようにクリスタルマンダラオラクルカードから3枚引きをしますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。いつものようにスプレッドはシンクロニックスプレッド読んでます。本当に今日はシンプルでしょ、ね、すごいですよ。本当に先週までと全然違います。先週までは綺麗にクリーンアップしなさい、シンプリティにしなさい、ね、ピュリフィケーションしなさいでしたね。今度は違います。まず最初のカード、これは、スピリチュアルレベルですけど、アウェイクニングのカードが出ています。ただしこれ逆位置なんですよね。だから逆位置ってことは、これ意識しましょうね。意識してですね、あ、今目覚めの時なんだと。アウェイクニングっていうのは目覚めること、覚醒ですよね。で、すごいじゃないですか、この人ね、こうほら起き上がってるでしょ。で、なんだっけ、アファメーションがね、 I am joyously awake and aware and ready for anything。もう本当この一言につきますね、これね。私はジョイアスリーですから、これやっぱり喜びなんです、ワクワクなんです。喜びで目覚めて、そしてアウェア、アウェアっていうのは気がついてることです、アウェアネスです、ね、そして Ready for anything で何でもできるのよと、ね、
これパワフル、最初にこれがまず出てきましたよね。だいたいね、このシャッフルする前にシャッフルしようと思い出したらポーンとパッションってカードが出てきたんですよね。今回それは出してませんけれども、でこのアウェグニングのカードが出てるってことは、もうとにかく今ね、目覚める時ですよ、本当に皆さんね、もう 目覚める時ね、今ね、なんかこう現状満足してる状態じゃないですね。今ちゃんとね、皆さんの何ですかね、自分のポテンシャルとパワーに近づをですね、目覚めてですね、そしてアクションを起こしていく時ですね。本当にスピリチュアルな、これスピリチュアルレベルですからね、いいですか。本当に皆さんの魂とスピリットはですね、望んでいる自分、本当の自分の人生を今歩んでいく時だと思います。本当にそうだと思います。今ここでしっかりと自分がアファメーションすること、蟹座の新月、この新月にアファメーションしたことがですね、本当に2020年の終わり、あと3年ちょっとですけれども、大きな変化が起こってきます。特に、まあ、この月というのはね、私いつも月の、満月新月のタイミングで皆さんにエネルギーナビをお知らせしてますけれども、進化先生学では月というのはとても大切なんですね。太陽ももちろん大切なんですけど、月は何を表すかっていうと、やっぱり私たちのこう無意識にずっと経験をしてきた、魂が何度も生まれ変わって経験をしてきた、経験で感じた感情を全部吸い取ってきているのが月ですよっていうのを申し上げてますよね。だからその月がのエネルギーっていうのはですね、もう自分のかけてるメガネなんですよ、ね、もしくは、映写機のレンズだよっていうのを申し上げてますよね。自分が世界を見てるレンズっていうのは皆さん月のレンズで見てるんです。でこれは無意識に見てるんですよ。で私が今本当に進化先生学とかをどうしても皆さんにお伝えしたくて、星読みつるつるを立ち上げたのは、やっぱりね、皆さんが自分の無意識に感じているその感情とかね、見ているその心癖ですよね、に気づくことね、アウェアなんです。アウェイカンドアウェア、 目を覚まして気がつくこと、ああ私こんな風にものを見てたんだ。それは当然ですよ、いろんな経験したらそれを埋め込んで、その経験で自分を守るためにやっぱりね、サバイバルしなきゃいけませんから、つい辛いことの経験があったことがあれば怖いと感じてですね、自分を守ったりディフェンスしたりしてきます。だけどそこに気づいた時に、じゃあいつも同じパターンを繰り返すんじゃなくて、私の魂どっちの方に行きたいんだろう、そこの部分を気づいていく時にとても大事なのが月の濃度なんです。だから私は皆さんにぜひこのね、獅子座水瓶座の月の濃度というのがどういう意味か、でこれはまあ集合レベルでの月の濃度ですけど、そこから皆さんのネイタルチャート出生図で皆さんの持っている濃度は何なのか、それをですね、進化先生学、コンシャスネス先生学でを学ぶときにしっかりと理解していただくために、やっぱり濃度ということをしっかり皆さんにお伝えしたいので、今回第1回目の有料ウェビナーを月の濃度にしました、ね、で本当にね、気がつくということ、それはね、やっぱりね、無意識が意識に変わるんです、ね、アンコンシャスがですね、もしくはサブコンシャス、潜在意識とかアンコンシャス、無意識がコンシャスに変わるんです。コンシャスネスというのは意識することです。気がつくことなんです。そして覚醒するってことは、この私たちの意識が広がること、あ、今までどっぷりとそのドラマの中にね、いろんな出来事が起こる中で、そこにどっぷりも入り込んで一喜一憂してた自分から、ちょっとぐーっと引いてですね、もっと大きな視野で魂のレベルで自分は何を望んでたんだろうってことに気づいていった時に、皆さんの見方が変わる、パースペクティブが変わる、そしてコンシャスネスが広がってくる。そこで状況が変わらなくて、皆さんの内側のレンズが変わった途端に、全く皆さんの描いてるライフストーリーが、魂のストーリーが変わってくるんです。そのパワフルさをお伝えしたくて、今ずっとこのオラクルカードとかエネジーナビを皆さんにお伝えしてるんですけども、そうですね、お伝えしたこといっぱいあるんだけど、もうすぐ友達が来るので今日ちょっと急ぎましょうね。でもこのアウェイクニングすごいカードです。いいですか。今ね、やっぱり宇宙からね、
すごいエネルギー来てるって言ってますよね。今ね、冥王星とあの月と太陽と今水星が一緒になってますよね。そして火星がちょっと12度にいるんですけど、今火星と冥王星が180度を取り始めてます。で、これから火星がもうちょっと行って、もうちょっとしたらですね、ぴったり重なりますから、このね、火星っていうのは戦いのエネルギーだし、それからやっぱり前に進んでいこうとするときに、自分をこう攻撃してくるようなものをぐっと立ち止まってですね、ディフェンスしますからね。いろんなものがディフェンスメカニズムが働いてですね、冥王星っていうのは感情のこだわりみたいなものをずっと埋め込んできたものを正面に今出してきてますから、もうこれから本当にすごいものがいっぱい出てきます。いいですかね。だけどもう皆さん、たくさんのレッドゴーをしてですね、ピュリフィケーションした皆さんはもう準備できてますよ。だから周りの世の中、いろんなことこれからまだ起こってきますけどね、今まで見えなかったものがどんどん出てきてますよね。なんかそういえば昨日なんか動画でですね、イギリスの動画でダイアナ妃のはやっぱり暗殺をされて、その暗殺をした人が亡くなる前に遺言、これは王家の陰謀だみたいなことをリビ出したっていう動画を見ましたけども、まあ、うん、それもそうかもしれませんね、うん、どうなるか分かりませんけど、そんな感じで今のはいいトピックなんでね、典型的な例で、そんな感じで今までこう見えなかったものがどんどんあぶり出されてきますから。でもそれはもっと私たちが集合レベルでも個人レベルでもね、本当に自分らしく生きるための今こうプロセスの一つですから。だから、そういうドラマにね、巻き込まれずに、皆さんはあくまでも自分のハートの声をしっかりと聞くということをちょっと見ていってください、ね。今ね、宇宙からは皆さんの運命をですね、こうの方向性をね、こっちだよって言ってですね、自分が行きたい方向をこうに行く、前進する力をですね、たくさん注いでくれてます。だからこのカードが来てるってことはね、もうね、あなたは本当にもう準備ができてるんだから、全てのことがありのままで OK、ね、で自分もなんていうのかな、自分のこうもう恐れとか不安とか取っ払って、本当に自分がやりたいことに目覚めて前に進んでいくときです。そして、次のもう一枚出てきたカードがすごいですよ。ほら、エンスユージアズムです。ね、さっきシャッフルしてる時にポンと出てきたのがパッションでしょ。同じような意味です、ね、情熱ですね。これものすごくこう熱くなってるんですよ、ね。I celebrate everything in my life and I live in limitless joy、ね、ここに太陽が輝いてますよね。わかります。で、私は celebrate、 お祝いしてます。 everything in my life、 私のこの life、命と人生のすべてを私はもうお祝いしてます。そして I live in limitless joy、 もう制限のない、無制限のですね、限りのない喜びの中に住んでいますと、ね、それがエンスユージアズムなんですよ、ね。で、これスピリチュアルレベルでしょ。エンスユージアズムがこのカード出てる時のメッセージというのは、やっぱりこのアウェイクニングとものすごく重なりますけど、もう今本当に獅子座っていうのは太陽がルーラーでしょ。で、ノースノードが獅子座に入ってきましたね。そして来月はいいですか、ね、6月終わって7月カニ座がずっといて、7月の、23日、今度の第1回ウェブナーで、太陽が獅子座に入ってきます、ね。で、その時にですね、たくさんの星がまた獅子座に入っていくんですけども、そして獅子座で今年は2回新月があるんですね。で、後半の新月は日食です。すごいです、8月だから。これもう完全日食で、日本、アメリカでは全米で見えるんですけど、ロサンゼルスからはトータルでは見れないんですけどね。でもかなり の日食が見えるので本当に楽しみなんですけど、太陽っていうのはさんさんと皆さんのハートを、太陽と獅子座というのはもうハートがハートを象徴してますから、ね、皆さん本当恐れなくて、ハートの声で今生きていく時です、ね、子供のようにですね、もう元気いっぱいで今生きていく時です。で、
多分ね、自分が持ってる夢がね、叶ってきてる時ね、叶ってきた時はみんな誰でもワクワクしてですね、本当に喜びいっぱいでわーっていけますよね。ね。だけど、もし本当に夢を叶えたいんだったら、一番早いやり方っていうのは、もう今あるがままのこの状態の中に喜びを見出すことなんです。何度も言ってますけど、毎日毎日の今この時に、まだ皆さんの夢はあっちかもしれないけど、でもその夢をしっかり心に刻みながら、でもその夢に向かって今一生懸命楽しんで生きる、そして今与えられた目の前の喜びを一つ一つをもう喜んで生きるんです。ワクワクして生きるんです。そのワクワクのエネルギーってものすごく軽いエネルギーで、本当にクリエーションのエネルギーになるんです。だからそれで皆さんがね、生きていった時に感謝と喜びとね、だからこれですよ、まさしく Celebrate everything in my life。 今の人生の中で自分が本当に喜びで見えるものをどんどんね、ネガティブな自分の思ってる通りにならないことに、フォーカスするんじゃなくて、今ここに与えられているその時を喜びで感じていきましょう。そうすることが実はその夢に到達する一番の早道なんですね。これずっとお伝えしてますけど、このカードでもそういったメッセージが出てますね。いいですか。そして実際の物理レベルね、フィジカルレベルではですね、エネルギーが出てきたんですよ。ほら、エネルギー、もうこれ私のカードですよね。これエネルギーナビゲーターですから、このエネルギーのカード、すごいお日様みたいなあったかいカードでしょこれね。でこれはね、本当に深い意味があると思いますね。ちょっと先に アファメーションを読みますけど、 Healing energy and immense vitality flow through me easily and effortlessly。 どういうことかっていうと、ヒーリングのエネルギー、癒しのエネルギーと immense vitality っていうのは、もうほとばしるようなすごい活力がね、バイタリティが私の中にイージリー、ものすごく楽にね、流れてる、フローしてる、流れてるんです。そしてエフォートレスリー、イージリーで、もうエフォートレスだから、エフォートっていうのは努力ですけど、力をかけて一生懸命頑張ることですよね。そういう力をかけなくてもありのままでどんどん流れてくるんです。今そういう状態が物理レベルで起こってるんですね。これどういうことかというと、今週のカニ座の新月の動画を見ていただいたら分かると思うんですけど、この6月はまず16でした ね。2017年1の年でしょ、10の年でしょ。だから始まりですよね。でも前半はいろんなものがあって、なかなか始まらなかったですね。足踏みしてましたね、でも、いよいよ本当に今月からその1が本当にスタートしてます。でもこの6を足すと16で、16はタワーのカードでしたでしょ、ね、アウェイクニングのカードですよ。アウェイクニングで、だから今アウェイクニングするためにケイオスでいろんなものがもうバシバシですね、稲妻が落ちてですね、もうぐちゃぐちゃになってるんで、でもそのぐちゃぐちゃの中から皆さんが、私はここで生きるんだっていう今を生きていった時に、ものすごいエネルギーが宇宙から注がれてるんですよね。そして今月は皆さんの場合は24日ですよね、新月ね。USA23 ですけど、日本は24、2と4足すと22になりましたね。22っていうのはすごいマニフェステーションナンバーなんですけど、22というのはもともと2と2が2つあるでしょ。で、1というのはいつも言ってますよね、押し出す力です。2は受け取る力なんです。で、このエネルギーのカードが来てるってことはね、もう皆さんとっても大事なことは、やっぱりね、この宇宙から注がれているエネルギーを受け取ることなんです。受け取れるから簡単にエフォートレスにそういうエネルギーが流れてくるんです。まだね、いろんな、なんていうの、自分の思った通りにならないいろんなことがありますよね。いろんな稲妻でぐちゃぐちゃになってるとこありますよ。だけど そのことをいくら悔やんだり嫌だこうだって抵抗するよりは、もう壊れるものは壊して、一回その中から一番自分が欲しいものをしっかりと、もしくは新しい種をまくときでしょ。
そっち宇宙はそういう、まあ、あなたたちは本当に今生まれ変わって新しく自分らしく生きていっていいんだよっていうエネルギーを注いでくれてるんだから、だからそっちにフォーカスして感謝と喜びで今生きてる自分、今与えられてる自分、ね、そこをに目を入れて、まあ、そこに注目してですね、その宇宙のたくさんヒーリングのエネルギーとかたくさん来てるんですよ。何度も言ってますけど、感情がキーだって言ってますよね。この月というのは感情を表しますからね。だから月のノードも感情とものすごく関係してるんですけど、この感情を、このネガティブな感情も含めて全部受け取ること、受け取ってリリース、受け取ってリリースっていう中でものすごく受け取ると統合できて、いつも癒せますよって申し上げてますけど、受け取ればね、宇宙が分かったよ、じゃあ受け取ったね、じゃあはい、もういらないものは流していこうね、受け取ってあげるよっていうエネルギー来てますから、そこに任せていくんです。そして 2のこのレセプティブなエネルギー、受け取る力というのはね、マグネティブな磁力になるんです。そういうエネルギーをしっかり受け取って自分の中に流していくと、そしていらないものをどんどん出していくとですね、エネルギーの流れ、フローができるんです。そうすると皆さんのその受け取る力というのは、逆に言うと引きつける力でしょ、ね、磁石、マグネティズムというのは磁力ですよ。マグネットというのはぐーっと引いてくるんです。だから受け取ればいいんです。もうああだこうだっていや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 ってる時って、受け取ってないんですよね。 そして自分の力だけで何とかしようとするんですよ。自分の力だけで何とかしようと思ったら、自分の力っていうのは限りがあるんですね。だからその時いくら元気でも、自分の力だけで何とかご利用してやっていこうと思うと、必ずエグゾーストするんです。エグゾーストっていうのは、もう燃え切ってしまう。だけど宇宙とつながっている時は、宇宙はもう無限の愛のエネルギーだし、無限のクリエーションのエネルギーだし、その無限のエネルギーが皆さんのところへこう来るのを拒まずにちゃんと受け取ったら、すごい流れができて、もう本当に簡単にいろんなことが叶ってくるんですよ、ね、だから進化先生がはるみさんと一緒に勉強したいなとかね、そういうの気持ちがあったら、もう迷わずやってみましょうとちょっと宣伝しちゃいましたけど、このエネルギーのカードすごいですよ、本当に。もう今はね、本当にこう感情をこう抑え込むんじゃなくて、もう今こそね、感情を抑え込めば抑え込むほど、皆さんの体も精神もどんどんドレイン、もうなんていうの、水漏れのようにね、垂れ流しになっちゃうんですね。だけど皆さんが喜びでですね、ごめんなさい、そして自分を否定してね、周りのみんなからね、いつも言ってますよね、自分の外側に基準を置いて、それを自分を見て、自分のことをの要求とか気持ちとかを大切にしないまんま、周りにどう見られるかばっかり気にして、周りのことを みんなを喜ばせようとするとですね、あなた、皆さんの、私たちのこの命の力、生きる力、ライフフォースっていうのはね、どんどん少なくなっちゃうんです、ね、周りの期待に応えようとすればするほどですね、自分自身のニーズをきちっと、それを尊敬して応えてあげることを忘れてしまうんです。ここはね、利他業も、利他業をしなさんなってるんじゃないんですよ。利他業っていうのは、自分も大切にして初めて他人のことも大切にできるんです。こうエゴセントリックな自分ではなくて、やっぱり自分の気持ちを全部リプレースしてね、抑えて、周りを喜ばせようとしてるのはダメなんです。本当に自分がその周りのために何か自分が役立てることをしたいっていうのが、自分の本当のハートデザイアになった時に、それ喜びになった時に、もう本当に喜びでできるんですよ。それを自分のことをまず優先したら、これは利他業にならなくてエゴだから、だから他人のためにしてあげなきゃいけないっていう風な、そういう低い波動でできるとね、これ喜びになってないから絶対ね、マニフェストしませんよ。でね、ちょっとまた話が脱線して申し訳ないんですけど、今なんか自民党の2回生の方、2期生っていうんですか、安倍チュールドレンっていうので、豊田真由子さんでしたっけっていう方が、衆議院議員が、秘書の
男性にものすごい暴言を吐いたっていうニュースが出てましたよね。で、まあ、あの確かにあのインターネットで彼女のわーっと言ってる録音のテープが流れていて、まあ、それが本当かどうか分かりませんけども、どうも本当らしいですね。事務所の方もそうおっしゃってましたから、支援者の方も。で、まあ、すごいテープでしたけど、多分ね、彼女だけじゃなくて、政治家の皆さんって自分秘書になって自分が中心になるとああいう態度を取る人多いかもしれないんですけど、まあ、興味があったんで彼女のホロスコープ見てみたんですね。これも一回ちょっと動画作りたいなと思ったんですけど、今ちょっと忙しいから全部できないんですけど、今度のね、そのだからホロスコープの進化先生学っていうかね、コンシャスネスアストロロジー の、 入門っていうかお知らせのね、ウェビナーの時にちょっと、その魂ソウルセンターのアストロロジーですよね。今たくさんのアメリカもそうですけど、日本で先生学やってらっしゃる方ってパーソナリティセンターなんですよね。心理先生学っていう、ね、先生学です。でそれは皆さんの今のパーソナリティのを見るんですよ。だからこの人はこういう性格と、だからその方のね、舞子さん の、 豊田議員のホロスコープを検索してみたら、やっぱりもう読んでらっしゃる方が何人かブログであって、で、まあ、拝見したんですけど、やっぱり皆さんそういう、あ、この人はすごいんですよ。彼女ね、天秤座に星がわーって固まってるんですよ、ステリアムで。で、まあ、火星、確かね、金星と冥王星が重なって、そして太陽と火星が重なってたのかな。そして天秤座、天王星も終わりの方にあるんですよね。だから、まあ、生まれた時間がわからないから、ハウスがわからないんですけど、これだけで、まあ、彼女はまあ、天秤座っていうのはいつも相手とのバランスをとってハーモニーを学ぶサインなんですけど、そこにそういう激しいエネルギーのものが来てるんで、わーっと爆発するときは爆発するエネルギーなんですよね、確かに。だから彼女はこういう性格なの分かりますっていうふうにみんな書いてるんですけど、やっぱりそれは、あ、そういう性格なのになってしまうのは、まあ、そうなりやすいですよね。でその1974年の10月の頃に生まれた方って同じような配置の方がたくさんいらっしゃるわけですよね。だったらみんながそういう性格になるか、そうじゃないんですよ。で、性格を言われて当たってるって言って、で誰か例えばそのハロスコープの鑑定を見に行かれてね、あ、当たってます当たってますって、自分の性格そうですって、それで終わっちゃっても何も気づけないじゃないですかね。私が言ってるのは、そういう性格になを醸し出すようなエネルギーはなぜそうなのか、魂が何を望んでるのかっていうことを私は読むんですよ。だから私の鑑定には時間かかるんですけど、本当に待っていただいて、でも本当に今最後の皆さんになってますので、8月の後半から新規の鑑定を受け付けますので、ちょっと今から楽しみにしててください。で、ね、だからその私はこの魂の声を通訳してあげてるんですね。そうすると皆さんがはって気づくんですよ。皆さんが、あ、自分の魂本当にそういうことを望んでそういうことしたかったんだな、それなら分かる、もっとこう大きな目でですね、自分の今までの越し方が見えるようになってくると人生本当に変わってくるんですね。で、話がちょっとずれましたけど、このエネルギーの話ね、今どうしてそれを言ったかっていうと、周りの人を喜ばそうとして自分を大切にしないいいんじゃないんです。本当にそれ喜びでできなきゃいけないんです。で、天秤座はね、どうしても7ハウスだしね、天秤座のアーキタイプ、いいですか？進化先生学とかね、コンシャスネス先生学で私がお伝えするのは、本当にアーキタイプという切り口でものを見ていくんです。アーキタイプをしっかり理解することがもう鍵なんです、ね。で、そのアーキタイプから見ると、自分を他人を通して見ていくんですよ。だからこの、トヨタさんっていうのはやっぱりすごい経歴の持ち主ですよね。頭もとてもいい方なんでしょ。だから東大出て、それからハーバード大学の修士まで出てるって方じゃないですか、官僚でね。で、衆議院議員になって、でも彼女はホロスコープ見たら、もう他の方は誰も言ってませんけど、パッと見て私はもう進化先生学で読んだ時は、あ、この方はと思いましたね。月が獅子座にあります。そして、土星が蟹座にあるんです。で、この土星と、確か太陽だったかな、カイロンかなんかがですね、綺麗タイトなんですね、トライン、ごめんなさい、T スクエア取ってるんですね。
で、やっぱ彼女の中にはものすごい恐れがあります。彼女が、このハゲーなとかってね、で、なんか、お誕生日カードを配ったけど名前が間違ってたっていうことですよね。と、彼女の中でそういうそんなことをしたら自分は全然自分のこと大切にしてないというふうに見られて、で、自分はダメな人間だって周りから見られてしまう。それが怖くてしょうがないんですよ。で、それに激怒してるんですね。で、そういう恐れがあるのは深いところでそういう経験してるのがすぐ見えるんです。見た途端に、あ、これだって思いましたね。誰もブログの色いくつか見ましたけど、そういう、あ、この人はこういう性格、ことは分かりますね。たくさん火星とか天秤座があってとか、ちょっと他のことも言ってますけど、進化先生学はそうじゃないんです。そういう同じホロスコープであっても本人が、あ、自分はこういうことを恐れてたんだなってことに気づいた時に、もっと高い位置から同じホロスコープでも全然違う性格っていうかね、もっとすごい生き方、それを力にして自分らしく生きていく生き方もできるんです。ガンジーっていういますよね、マハトマガンジーって。そのガンジーのね、ホロスコープ見るとよくわかります。彼のホロスコープは殺人鬼とかセクシャルハラスメント、なんていうのかな、アビュースをするような、そういう人のホロスコープって言ってもみんなが納得するホロスコープなんです。でも彼は、彼のアウェイクニング、彼の意識が非常に広がってましたから、そのなんていうか強力なね、クンダリーニングのそのエネルギーを本当に世の中を良くしていくために使ったすごい人ですよね。だから自分の何度も言いますけど、ホロスコープにいいとか悪いないんですよね。で、本当にね、皆さんにその自分のホロスコープから自分の魂が何を望んで生まれてきてるのか、そこを気づいてほしいんですよ。私が読むのはそこなんです、ね、で、そのパワフルなホロスコープ、ツールをですね、一人でも多くの方に、基礎から時間かかりますけどね、やっぱり3年ぐらいかけて皆さんに、3、4年かけてですね、お伝えしていこうと思ってますので、で、まず第一のそのコースね、そこはもう本当に別にアストロロジャーになろうと思わなくても、もう全く変わってきます、皆さん、自分、物事の見方が、意識が本当に広がってきます。そこを皆さんにお伝えしたいので、ちょっと断じ、これでもうそういう話をするとすぐ長くなっちゃうので切りますけどね、このエネルギーね、そういうエネルギーが今来てるんです。だから何度も言いましたけど、今話を元に戻しましょうね。だから天秤座が強い方ねというのは、どうしても他者を通して自分を見ようとしますけど、それもとても大事なんですけど、自分の立ち位置が分かった上で他の方を他者と関わっていく、そこがね、バランスが取れてくると全く変わってきます。で、とにかく自分のね、感情とですね、それから自分のニーズをまずフリーにしてあげること、そして自発的にそれを表現していけばですね、いろんな意味でですね、どんどんエネルギー入ってくるんですよ。もう何ていうのかな、宇宙のクリエーションの光と一緒に生きていった時のパワフルさってすごいです。それが今できるよっていうカードが来てるので、長くなっちゃいましたけど、すごいですよ本当に。だから本当に皆さんね、受け取るってこと、ね、そしてまず自分のハートの声をしっかり聞き取ること、そこに徹してみてください。そうすると感情レベルで何が起こってるかっていうと、またカレッジが出てきたんです。カレッジどっかで前出てきましたけど、勇気ですよね。勇気、もう太鼓どんどん打ち鳴らしてます。勇気っていうのはね、怖くないことじゃないんです、ね、I'm not afraid じゃないんです、ね、I'm not afraid じゃなくて fearless ってことなんです。もう fear、 恐れがないことなんです。だって無限の愛、無条件の愛の宇宙のエネルギーを受け取ったら恐れることなんかないんですよ。自分がありのままで本当の魂の声を聞いて生きていった時にね、そして自分の今欠点と思われるようないろんな心癖とかもですね、気づけばですね、そこをうまく生かしていけるんですよ。だから I live life passionately and courageously、 私は
人生をですね、命をですね、もう情熱を持ってそして勇気を持って生きてきますと、太鼓どんどん鳴らしますというカードが、これ感情レベルでしょ。だから本当に感情を受け取りましょう。どんな感情もバリドだっていつも言ってますよね。バリドっていうのは有効性がある。どんなに醜い感情でも皆さんがそれを感じるってことは、その感じるざるを得ないような経験をしてるんです、魂が。そこに気づいてほしいんです、魂は。そして気づいて、その感情を無意識に埋め込んでしまって、怖いからね、サバイバルするために感じたくないから私たち埋め込んできてるんですよ。何回も何回も生まれ変わってために溜めて、それが今出てきてるから、気づいた時に、あ、私本当にそういう経験、辛い経験したんだなっていうのをきちっと受け取った時にね、それを統合して皆さんは本当に素晴らしいヒーラーにもなっていけるし、この地球でたくさん苦しんでるいろんな方の、なんていうかな、に皆さんのそのヒーリングのエネルギーがどんどん流れていきます。で、私は何度も言いますけど、宇宙っていうのはフラクタルですよね。ね、全体の、形は一つ一つの小さな形が全部相似同じなんです。だから私たち一人一人が自分らしく生きて、勇気を持って生きていくようになった時に、全体が同じように変わっていけるんです。だから世の中のいろんなことがあって、それ辛い、なんかもうなんか苦しくなるようなことたくさんありますけどね、そこに焦点を合わせるんじゃなくて、ね、そしてそれを、そういうことに対して自分が何もしてないってことをそういうふうに思わないで、いいですか、今皆さんが一人一人が自分らしく生きることを許すこと、そして生きていくことが世の中を変えていく大きな原動力になると私は信じてるんです。皆さんがそうやって一人一人がそれを自分に許していったときに、周りの人が自分らしく生きることを許せるようになるんです。自分らしく生きてないときはね、そうすると制限しますから、そうすると周りの人にも制限してくるんですね。だから そこのなんていうのかな、すごくシンプルなんですよ、実は本当にね、また興奮するとすごい長くなるので今日やめますけど、で、メンタルレベルですね、最後じゃーん、ビギニングのカードが逆位置で出てきました。本当に始まりですよ皆さん、今日は始まりです。 I cherish all the cycles in my life、ね、やっぱり始まりがあって終わりがあって、始まりがあって終わりがあって、去年が一度 9年のサイクル終わりました。で、今2017年は始まりの年で始まってたんですけど、ちょっとその中のミニサイクルでいろいろまたやり直しとかがあった、エネルギー的にありましたね。でも本当にこの夏至から本当に新しいサイクルが始まってます。で、逆位置ってことは、これまだね、気づいてない方がいらっしゃるってことなんですよ。だから気づきましょうね。そうすることで、今本当にもう皆さん、もう新しい自分を出発していくことを許す中でですね、もう一枚出てきたカードが、もう私の星読みつれづる傘のキーワードですね、サレンダーが出てきましたよ。ね、サレンダーっていうのは、去年初めてジャパンプロジェクトをした時に、皆さんがサレンダーって言葉を、ね、合言葉のように使ってらっしゃるんですよね。サレンダーって降参するって意味です。降伏するって意味です。でもサレンダーっていうのはどういう意味かっていうと、お手上げって言って何もしないことじゃないんです。任せることなんです。信頼して、ね、All is well. I surrender to my inner guidance. このね、サレンダーのカードが出てるってことはね、宇宙の導き、このエネルギーがたくさん入ってるでしょ。宇宙とつながっていたときに、私たちの魂ってのはいつも宇宙とつながってますから、その魂の声を聞かないと私たちはそこで分離されてたんですけど、しっかりと魂の声に耳を傾けていったときに、私たちはこう宇宙のエネルギーを受け取ってこれるようになるんです。そして必ず導かれてるんだですよ、本当に。それを信じてそれに任せるんです。それはなんか外部の自分のこう意思とかね、それを無にしてなんか降参することではないんですね。自分のこうやって生きるんだっていう意思っていうのはとても大事です。で、自由意思は必ずあるんです。ホロスコープ読んでも自分の自由意思は必ず私たちには残されてます。だから同じガンディのホロスコープでも、セクシャーアビュースのすごいレイプをするような犯罪人になる可能性もあれば、ガンディのような素晴らしい人にもなれる。同じ、豊田議員のと同じようなたくさんステリアムがある、ね、天秤座にある方でも、
ああやって彼女のようにわーっと不安で生きた時に他人を傷つけて自分をまあ傷つけてるんですけどね、自分を投影してますから、そういうふうに乱してしまうのか、それを使ってもっと大きな視点でその素晴らしいエネルギーをこうなんていうのかな、本当に他者のと一緒になってですね、和合をしていくために使っていけるのかは紙一重なんですよ。で、私はこの豊田議員ですか、もうこれ必要があって起こっていることなんですね。彼女がそこに気づいていったときに、彼女はものすごい素晴らしい人になれると思います。あれだけの才能を持っている方ですから。だから彼女が本当にね、自分の恐れで生きていることを受け取ってですね、そしてその彼女が持っているものをですね、あれだけの知性と持っているものを本当に喜びでですね、人のために捧げていったときに、彼女はものすごくとても大きな、とっても今苦しいと思いますけど、大きく変わっていく可能性も十分ある、彼女の天王星がね、天秤座の終わりの方にあるんですよ。28度ぐらいに、ちょうど今トランジットの天王星が28度でしょ、牡羊座ポジションですよ。もう稲妻ガンガンです。だから彼女、長い目で見て彼女の魂のジャーニーの中ではね、これは祝福なんですよ。今起こっていることは苦しいだろうけど、彼女にはこれを乗り越えてもらってですね、あれだけの持っている知性とかね、を何かを役立てていただきたいなって私は思います。それが、そういうことを感じ取れるのが進化先生学なんですね。ソウルセンター、魂中心のアストロロジーなんですよ。それを本当に私はね、日本の皆さんにお伝えしたいんです。だからぜひ皆さん、ウェブナー、そして9月からの受講をしてみてくださいね。はい、ちょっと話がまたずれちゃいましたけど、というわけでですね、このサレンダーっていうのはね、喜びで意識してサレンダーするんです。そして今を喜びで生きていくんです。そして与えられたことを、できることを一生懸命喜びでやるんです、ね、そうした時に本当にすごいミラクルが起こります。私は本当にね、そうやって何でも口を酸っぱくして言いますけど、で、私がすごいんじゃないんですよ。私は本当に2015年の12月の9日に失業してるんですね。何度も言ってますけど、この動画今日初めてご覧になる方がいらっしゃるかもしれないのでお伝えしてますけど、その時に本当に自分らしく生きようって決めたんですよ。で、今生きるってことをずっとやってきて、時々怖くなってくるんですけど、でも必ず導かれると思ってサレンダーして、エネルギーを受け取ること、そして勇気を持って自分らしく生きることを許していった時に、ものすごいことが起こってます今、だからそれはね、私が自分のちっちゃな経験を通しても感じるんですね。で、これは皆さん一人一人がみんな同じように考えられます。いいですか。外側、このね、サレンダーするってことは、自分の外側にある力にこう、なんていうかな、自分の思いを曲げてですね、ごめんなさいって降参することじゃないんです。これはですね、皆さんの外側に見えるようなその宇宙のエネルギーっていうのは、皆さんの魂とつながってるんですよ。だから自分の内側の魂に降参することなんです、ね、エゴのパーソナリティじゃなくて、パーソナリティは魂が根性進化するためにこういうパーソナリティを選んで生まれてきて、それを無意識にやってるってこういう性格になってきましたよ。でもそのパーソナリティがどうだってホロスコープで読んでも、じゃあもっと進化するためにはどうしたらいいのっていうのは気づけないでしょ。だから魂センターの魂を中心にしてホロスコープ読んでいくときに、ものすごいパワフルな気づきが起こるんですね。今そこ本当に その魂の進化って本当にこう螺旋でね、一段一段登っていけますから、今本当にそういう時だと思うので、自分が勇気を持ってですね、この宇宙の大きな愛の海原に、海洋星の世界に、魚座の世界にサレンダーしていくことを許してみましょう。そうすると何が起こってくるかというと、最後のカードですけど、フローなんですよ。ほら、流れが来るんです。フローって流れですね。
The glory of the universe flows through me. こう、宇宙のグローリー、栄光の流れが私の中に入ってくる。そうやって宇宙とつながってきたときに、宇宙はですね、私たちに、はい、君はこの波に乗っていったらいいよって、ザーッと波を寄せてくれるんですよ。それにサーッと乗っていくとですね、自分で、こう、漕いだりとかですね、ヨットでこう、オールを漕いでもね、ちょっとしか行けないところに波でブワーンっていくとですね、あっという間にね、行きたいところをたどり着けるんですね。すごいですよ。今本当にそうやって一人一人がですね、自分らしく生きていける時が来てます。だからこの波に乗っていきましょう。波に乗るためには、受け取ることですよ。サレンダーして。そしてね、これがこの最後のカードフローでしたね。もうすごいでしょ。で、最後のデッキの裏がボーエージが出てるんで、ボーエージは後悔ですね。ボンボーエージの皆さん、いよいよ皆さん本当の自分の人生の旅に出る時が来たんです。 I am safe and loved no matter where I am no matter where I am ごめんなさい。だから私がどこにいようと私は安全で愛されてます。だから皆さんね、本当に未知 の旅かもしれません。どこに行けるかどうかも分からないです。でも自分らしく生きていったら、必ず自分の魂の声を聞いていた時に、魂が行きたい方向に宇宙と一緒になっていけるんだと。で、時々ね、チャレンジ来ますよ。それは寄り道っていうかね、そこへ行くためには何か学ばなきゃいけないから、そういうチャレンジが来るんです。だからもうそういう目で見てみると、チャレンジももう本当にね、いろんな試練もですね、もう喜びで試練になるんですよね。だから本当にすごい時が来たなって思います。また春見節が出ちゃいましたね。それでは、最後の3枚引きをしましょう。でも本当にすごいカードが出てきたんで、もう嬉しかったですね。でも本当に宇宙とつながって下ろすと、こういうメッセージが届くんですね。本当に蟹座の新月にぴったりのメッセージが届いてます。はい、それでは皆さん、ちょっと目をつぶってですね、A と B と C のカードを選んでみてください。はい、それでは引きます。A のカードです。はい、 B のカード。はい、 C のカードです。はい、私は今日は A でしたね。はい、じゃあちょっと A、B、C 見てみましょう。 A ですね。あ、11番でアーキエンジェル・ガブリエルとターコイズのカードが出てきました。 Safe to be seen。 すごいですね。やっぱり今本当にカニ座って、やっぱりすごくボナラブルな自分の弱い部分をさらけ出していけるとこなんですね。そこで感情を思いっきり浸ることができます。そして感情をしっかりプロセスする、ね、そして消化していくところがカニ座です、ね、で、だからカニ座の象徴である体の器官というのは消化器官なんですけど、あと、まあ、乳房ですよね。で、本当にこの Safe to be seen、 すごいこれはパワフルなクリスタルですね、ターコイズ。なんかどうしても A が、A しか出てこなかったんで A を引いたんですけど、なんかすごく納得します。はい、B のカード。おー、ゴデスペルフォーナレとルビーがまた出てきましたよ。このインナークイーンが出てきました。これは本当にフェミニンウィズダムのカードですね。これはゴデスのエネルギーですよ。これ888、これ444ですけど、これヒーリングですね。最後の C のカード、あ、 C のカード、これもゴデスですね。これは同じです。ゴデスカーリー&ブラックオブシディアン・セクレッド・レボリューション、先週と同じカードですね、これ。だからこのカード引かれた方は先週と同じですよ。もう一回自分の中のいろんなネガティブな感情も全てもう思いっきり出してですね、カーリーさんとオブシディアンに手伝ってもらって、
浄化をしていく、出していく、うん、そこですごく大きな、先に進むエネルギーを受け取れるようになると思います。はい、じゃあこの3枚についてはですね、ちょっとお時間いただくかもしれませんけれども、また別の動画で、ご提供しますね。それでは本当に素敵な新月、そしてですねアファメーションしてくださいね。そしてぜひぜひ、ウェブナーお申し込みしてください。100人超えるとですね、ウェブナーの、なんていうのかな、仕様が違ってくるんですね。で料金もバンと上がるんですけど、ですからやっぱり何名申し込んでいただくかっていうのは早めにちょっと知りたいので、こちらの都合もあるんですけど、7月9日までにぜひ、この早割の特別価格で、受講できますので、ぜひ考えてみてください。はい、それでは素敵な1週間お過ごしください。 Thank you so much and so much love.